キチャンネル。ちょ、金曜日、ソチェック、パリーグのみ、はい、です。セリーグはね、もう昨日のソチェックで終わってますんで、今日はパリーグのみの、火、水、木の3連戦、ソチェック、やっていきましょうね。皆さん、パリーグファンの皆さん、セリーグに比べると、約半分の視聴回数ですよ。皆さん、頑張ってみましょう。パリーグ、そうなの？興味ある人少ないのかな？ね。しっかり見ていきましょう。はい。ということでね、今回パリーグ、ソフトバンク対楽天から、20日3対17で楽天、21日7対0でソフトバンク、1勝1敗の五分っていうところになりましたけども、ね、北九州で行われた7月20日、3対17、楽天の勝利、ソフトバンク投手陣、壊滅！もう、ね。まあでもまあここでね、まあ一つ言ってるところで言うと、まあ楽天打線ね、まあ前回、この対大関、7月5日、6回2失点とやられてるんだよね。で、そこでね、やっぱ対策をしっかり練ってきたなと。で、前回も前半ね、特にあのストレート中心っていうところで攻められていく中、まあ抑えられたんだよね。で、やっぱそこしっかり対策を練ってきて、まあこの日ね、もう前半やっぱりストレート中心に来ましたと。で、そこからね、辰巳銀次浅村とストレートをね、もうしっかり打って、ね、辰巳が先頭打者ホームラン、銀次がね、出塁して浅村がね、ツーランっていうところで、そのストレートをしっかり打ってね、打者3人で2ホーマー3、ね、点っていうね。で、ソフトバンクはね、この3点で追われたのに、島内のサードゴロをね、サード、川瀬がね、ファーストへワンバウンド。で、まあ、ファーストマッチがね、とりあえず悪送球になって、そっからね、一気にドドドと、6失点と。まあでも、こういったところでね、しっかり対策練ってきて持ってきたっていうところはあるけども、まあね、大関にしたらまあもう一つかわいそうだったのが、そのエラーでね、もう止めることすらできなくなって、もうどんどこ連打ね。で、隅田にはね、変化球をちょっと泳ぎながらもね、これが、怖いぞ、北九州っていうね、狭くて、ホームランドンって入って、まあ、6対0か、ってね、なった時に、この2回裏のね、辰巳で銀次、フォアボール連発。これがね、痛かったね。で、島内にタイムリー打たれて、岡島タイムリー。まあ、この2点で、まあ、終わったなっていうね、初回の6点だけだったら、ひょっとしたらね、こっからっていうね、だから、キャッチャーなりにね、前半の大量得点ってね、プレッシャーなんだよ。6対0とか7対0から追いつかれたら逆じゃんね。だからそこら辺ね、1点ずつがボディーブローのように、来るんだけども、ここで追加点を取るっていうところでね、一気にチーム的にも楽になったなっていうところもあるし、実はね、この試合日刊スポーツで評論だったの。楽天対ソフトバンクが。評論だったんだけども、いきなりこんな壊れたゲームになったから、このまま、評論やってもいい記事書けないから、もうやめようって言って、急に、まだ始まったばっかりだからって言って、まあ2画面でね、見てたんだけども、巨人対ヤクルトに変えて、っていうところでね、評論を変えたっていうね。で、その中でっていうね、判断っていうね、ところのいい評論ができたんで、皆さん日刊スポーツ見てください。はい。で、この試合ね、楽天先発竹中、7回111球、5安打7三振、無四球1失点と、まあ6月3日以来の登板ね、ほぼ1ヶ月半の登板だったけど、非常にね、大量得点にも恵まれて、グッピッチ。ね、竹中としては、ね、ほっとした中で投げれたのは大きかったんじゃないですかね。まあ、デスパイネにね、ライトへ、ね、北九ホームランを打たれたけども、まあね、しっかりゲームを作って、まあ、結果ね、17対3。もうこうなってきたらね、評論することがない。だってもうホームランだけではお伝えしますね。辰巳、浅村、隅谷が初回にね、ホームラン。で、浅村がね、3回にホームラン。で、また隅谷もね、2本目のホームランっていうね、計1、2、3、4、5本のホームラン。21安打。1番辰巳4打数3安打、2番銀次4打数3安打、3番浅村3打数2安打5打点、4番島内3打数1安打、鈴木大地3打数1安打、岡島5打数3安打、田中和樹6打数3安打、隅田4打数2安打、小畑5打数3安打、確か全員得点、ね、それは楽しいだろうね。まあ、これはもう仕方ないっていうね、完璧な試合展開でした。続いて、21日7対0でソフトバンクっていうね、これがプロ野球あるある。大量得点取った日に、次の日、完璧に抑えられて得点できない。そして分けて点取ればいいのにってできもしないことをよく言われる。あるある。はい。っていう試合ね、7対0になりましたけども、まあ、この日ね、ソフトバンク 先発戦がね、8回125球、4安打8三振、2四球、1デッドボール、無失点というところで、初回ね、いきなり辰巳デッドボール、で、銀次がね、アウトに取るけども、浅間のフォアボールで、ワンアウト1、2、3、ピンチ作るけども、まあ、島内ね、鈴木大地としっかり抑える。ここで得点されてたら、ちょっと昨日の北九からの流れがっていうところがね、来た中で、まあ、初回ピンチ作るけども、まあ、しっかり抑えて、
まあそっからはね、2回からずっといいピッチング続いたけども、まあここの日もね、立ち上がり、若干立ち上げで、下半身うまく使えてないなっていうところはあったんだけどね、まあこれ俺の気のせいかもわかんないけど、こう見た中で、なんかね、やっぱ途中ピンチになった時にやっぱ沈み込んでいくように投げる時ってめちゃくちゃいい球いってんだよね。しかもフォークボールも、このふわっふわっていうんじゃなくて、推進力前にいってから前に行きながらハードめに落ちるから、バッターも、ストライクと思って振っちゃうんだよね。だからそういったところも、なんかね、多分、歩幅が若干広くなってると思うんだよね。投げる時の。その分、体重乗って沈む込むように投げて、下半身がうまく連動した時って、この試合でもあったんだけど、めちゃくちゃいいピッチングだったんだよね。だからそこら辺がね、このギアを変えるっていうところできてたんで、多分それがベストホームだと思うんだよね。これ俺の勝手な思い込みなんだけどね。まあそういったところではね、まあピンチも作るけども、しっかりね、完璧に抑え切ったっていうところでは非常に素晴らしかった。あとフォークとね、前に行って落ちるっていうところのね、フォークボール、非常に良かったかなと、思います。で、楽天先発ね、岸、5回3分の2、119、7安打6三振、1四球4失点と、まあいい形では投げてたけどね、まあこの2回ね、今宮に、内野安打打たれて、で、松田、リチャードとね、このアウト取るんだけども、回にね、2アウト1塁から、スライダーかな若干泳ぎ気味にね、回もよくね、こう最後ね、溜まってこうパーンってヘッドでね、返せたなっていうね。で、ファーストランナーから、ファーストからね、今宮もしっかりホームに帰って、だ今日のね、ソフトバンクの強さっていうのは、なかなかね、今年なかなかなかった、この2アウトからの1本っていうのがかなり効果的に出たんだよね。この2回の裏の回のね、バッティングも2アウトから。で、5回裏もね、ワンアウトから甲斐、柳町とね、連続ヒット。で、野村勇アウトになるけども、ツーアウト一塁からね、柳田が、インコースのめちゃくちゃ厳しいところを、ふーってね、ちょっと反りながら腕畳んでね、レフト線に落とすっていうね、あれをフェアグラウンドに入れるのもすごいけど、あれ打たれたら仕方ないね。で、ここでもツーアウトからね、2点。ね。で、6回裏、ね、ワンアウトから今宮レフト前ヒット。で、マッチのね、こう、ボテボテのやつを、岸がファンブルしてね、このエラーも痛かったね。で、ワンアウト1、2塁から、リチャード三振取るけども、で、ここでね、ピッチャー交代、西垣っていうね、で、甲斐にフォアボール、で、柳町に押し出し、バーッと、いきなり出てきて、もうそれはもう、ベンチの石井監督見た、こんな感じで見てたよ、マスクしてたけど、はぁ、みたいな。それはもうね、そう思われても仕方ない。これもうね、そんなことやってたら、おピッチャー変えなくてよかっただろうっていうところになる中で、ね、打たれるなら仕方ないけど、このフォアボールで押し出しはね、非常に全員がね、はっていうがっかりするようなね、ところでしたね。で、7回裏もね、2アウトから、野村がフォアボール、そして今宮はね、フォアボール。で、2アウト1、2からね、高田がレフトへタイムリースリーベースね、ドンって抜けた。じゃね、こういったところもしっかり2アウトからだし、8回はね、野村勇がブセニツからね、打った瞬間っていうところで、非常に2アウトからね、効率よく点取れたっていうところでは、打撃陣ね、グッパッティング。甲斐、柳田、グッパッティング。高田、グッパッティング。で、野村のホームランでね、勝負ありっていうね。まあ、千賀もやっぱその踏み込みなんだ。だから見てほしいな、皆さんね、映像。もし見れたらね、ぜひ見てほしいっていうところで、まあね、大量得点取った次のね、試合は点取れないっていうね、ところのプロ野球あるある的なね、展開でしたね。まあ結果ね、一勝一敗で、まあお互いね、まあいい形になったなっていうところでね、一勝一敗の五分でした。続いて、オリックス対日本ハム。19日7対1でオリックス。20日2対0でオリックス。21日4対3でオリックス。オリックスの3連勝！日本ハムはね、コロナ感染も増えて、連勝、6連勝かなでしたけども、その後5連敗っていうね、ところでなかなか厳しい。しかも現状、日本ハムだけが借金。あと5位までは、借金なしっていうね、一人がかりになってますけども、まあ、19日ね、7対1でオリックスっていうところで、オリックス先発山岡ね、7回112球、7安打7三振、2四球、1デッドボール、1失点と、まあ、立ち上がりもそうだったんだけども、ちょっと変化球が全体的に高く感じたね。まあ、緩急がね、ついてたっていうところでね、抑えれたっていうのはあるけども、ちょっと高くなってるところが、ちょっと気になったね。で、日本ハム先発した中ね、5回90球、8安打2三振、1四球、2デッドボール、5失点と、全体的に制球が甘い。真ん中目に入って、まあ、そこを通だっていうところでね、まあ、オリックスは攻撃ね、2回裏、杉本がデッドボール、で、足立バント、で、マッカーシーがね、高めに入ってきたところ、ね、ライト、5階席へ、ツーランホームラン、グッバッティング。で、3回裏、2アウト1塁からね、杉本がきっちり、盗塁したところでね、キャッチャー石川、セカンド悪送球、バーッと。で、3塁へ。で、この後、田中がピッチャー、ボーク、1点。ね。これ多分ね、こう、入って、
右足いたんだよね、普通の。だからワインドアップと一緒ね。右足いて、止まってて、で、投げ出したけど、右足引いた、右足で、左足だ。左足、引いた時点で、もう、それは投球動作っていうように、もう、見込まれるんだよね。だから、左足引いた時点でもう止まれないんだよね。そういうのに左足引いて、で止まったからボークなんだよね。もうあれ動き出したらね、引かなかってずっとこうやって立っとく分にはいいけど、こうやって引いたらもうそれを動き出さないといけないっていうこと。だから審判も若干待ってくれたけどね、さすがにあれはね、ボークだね。で、4回裏もマッカーシーフォアボールから、紅林がね、センターへツーベース打つんだけども、このセンター今度がね、こいつ、取れずっていうね、ここと止めたかったね。まあでも、エラーはつかなかったけど、こう、マッカーシーが一気にね、ホームに走ってきて、1点っていうところでね、まあ、オリックスとしては、かなりね、効果的に、得点を重ねれたかなっていうね。ところで、日本ハムもね、3回表に、今度のね、ライト前ヒットで1点取るんだけども、まあ、ここね、1点止まりっていうね。で、初回もね、ワンアウトからね、松本ヒット、近藤ヒットで、ワンアウト1塁出るけども、野村清宮がね、ヒットを打てず、ね、ここ、だから初回パーンって1点取ってればね、ちょっと流れがクッてね、変わったかもわかんないけども、まあ初回ね、点取ると、ね、3回1点止まりっていうね。んで、8回裏に、ピッチャーね、西村に代わって、吉田がね、ツーベース。で、杉本がレフトへタイムリーツーベース。で、足立がライト前ヒット。で、マッカーシーがね、センターへの犠牲フライで、もうダメ押しの2点っていうところで、まあね、山岡がしっかりね、投げ切ったっていうところは大きかったけども、ね、そういったところでやっぱりこのね、日本ハムとしては、そう、序盤のね、1本っていうところがね、ちょっと出なかったかなっていうところでしたね。続いて、7月20日、2対0でオリックスっていうところで、オリックス、ムクドキレン、ルーキー、8回3分の2、116球、1安打11三振、3四球無失点、9回2アウトまでノーヒットノーラン、最後の1人ね、高めに入ったところ、佐藤、グキッツ、ムクドキ、残念だけども、グッド、ビッグ、ね、素晴らしい、ナイアガラです。というね、完璧な、ピッチングね。まあ、ストレート、カット、スライダー、フォーク、カーブ、ツーシームと、本当にいろんな球をね、最後投げて、最後の最後ね、だから、俺と一緒。ね、これはね、俗に言う、京セラドームの呪い。9回2アウトから、そして9回2アウト、2ストライクから、ヒットを打たれる呪いです。はい、ありましてね、佐々木も、ね、フリア、打たれて。だからね、この時も俺の教訓があったら、フォアボールでもいいからね、低めねって思うけども、俺の時と違ったのが2対0。フォアボールも出しにくいね。出して一発で同点だからね。俺の時6対0だったからね。あるけども、まあでも、グッピッチ素晴らしいよ。ね。そういったところではね、まあノーヒットノーランね、見たかったけどもね、素晴らしいピッチング。あと佐藤もね、ノーヒットノーランを防ぐ。最高のバッティングだったと思います。で、日本ハム先発根本ね、5回93球、3安打4三振、3四球2失点と、まあ、吉田正尚にね、ツーランホームラン、一発は打たれるけども、3回裏にね、緩急をつけるね、投球っていうのはできたかなと。あと、若干ストライクボールがはっきりしてるから、もう少し低めにしっかり制球できてくるようになれば、さらにね、めちゃくちゃ良くなってくると思う。いろいろ緩急ね、つけれるんでね。そういったところでは、まあ、負けはしたけどね、この未来に向けるね、希望的なね、ピッチングっていうのは見れたんじゃないでしょうか。攻撃陣はね、もう日本ハムはヒットね、1本しか打ってないんで。あと何気にオリックスも5本しか打ってないからね、この吉田も佐々木のワンパンでね、勝ったっていうところで、すべてはね、ムクドキレン、グッピッチング。そして、7月21日、4対3でオリックスの勝利っていうね、ところになりましたけども、まあ、この日ね、日本ハム先発ポンセね、5回3分の1、94球、7安打4三振、無四球4失点だったけども、5回までもう完璧よ。俺が今まで、まあ、前回とかも良かったけどね、ポンセね、今年見た中で、今日一番良かったんじゃないかっていうぐらい前半からの球の切れ、そのボールの動き、っていうのが非常に素晴らしかった。ね。これはなかなか打てへんちゃうかって言ったところでね、まあ6回失点してしまったんだけども、非常にね、ピッチング内容としては素晴らしかった。で、オリックス先発ね、竹安、5回73球、5安打7三振、無四球2失点と、こちらもね、5回の2点ね、この5回にね、万波から内野安打許してね、コーリにレフトスタンドへツーラン打たれるんだけども、あとはね、ひっくり丁寧に低めにね、しっかり投げ切ったかなと。このコーリーの時ね、真ん中、ほぼ真ん中に入っちゃったんでね、まあそれをね、見逃すことなく、ホームラン打ったね、初球、コーリー、ホームラン、グバッて、ね。で、オリックスはね、6回裏に、ワンアウトから、長川センター前。長川の3番もね、板ついてきたね。
で、吉田正尚がなんとレフトへ、ね、同点のツーランホームラン。これ高めね。だから若干ここら辺から勢いなくなってきたのかなっていうね。この結果から見ると。で、杉本がね、センター前ヒット。で、マッカーシーがツーベース打って、ワンアウト二三塁から、ね、紅林、サードゴロ。サード、コーリがフィルダー出塁で、セーフ。で、冒頭になって二人帰ってくるっていうね。ここ、バーッと。これ何が待っとって、まず一番最初ね、この、紅林のサードゴロね。カリディ本塁投げるんだったら、下がって取っちゃダメよ。下がって取って、そっから投げたからね、無理やり。で、タイミングもセーフだったし、冒頭っていうね、判断のミス。ね、まずは取るのの判断のミス。取ってから投げる判断のミス。そして技術的なミス。これも三重苦っていうね、プレーになって、ホームに投げるんだったら、あれ前に行ってからもホームに投げたら俺アウトになってたと思うけど、まあ、その時点でね、もうホームを諦めなきゃっていうね、その判断力っていうのが、まだ乏しかったね。で、プレイのミスっていうところでね、結局、二人帰ってきたからね、まあ、ポンセとしてはね、痛かったかなっていうね、ミスっていうところでね。で、その後ね、8回表にね、日本ハムの攻撃、ね、代打ヌニエスがデッドボール受けて、石井がね、センター前ヒット。で、木村が三振するけども、ワンアウト一三塁から、近藤のね、ファーストへのタイムリー、内野安打っていうところでね、ここ1点入って、でもその後今川が2度目のね、4-4-3、ダブルプレイっていうね、ところになったんだけども、まず一つね、近藤のファーストタイムリー内野安打ね、ピッチャー、阿部、なんで打った瞬間にファーストに走ってない、見て、あれじゃ遅いよ、見てから、打ったら走るでしょ、だからそういったところ、ピッチャーね、忘れるっていうところもあるし、今日気になったのはね、あとね、5回裏、ツーアウト、1、2塁から大城がライト前ヒットを打つんだけども、ここでね、ライト、ね、本塁投げて、結構中途半端なだけね、送球、キャッチャーがね、こうやって結構覆いかぶさりながら止めたんだけども、ピッチャーポンセ、マウンドの前にいるやん。なんでカバー行ってないね、キャッチャーの。バーッと。そういったところ、もし抜けてたら、だん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 って何度も回ってたよ。そういうとこよ。ね。で、あとは、キャッチャー石川、まだ、セカンド役送球。ちょっと多いよ、この3連戦。ね。そういったところはきっちりやっていきたい。だからそういったところは結果ね、なっていくっていうところもあるからね。で、最後はね、きっちり、平野がね、完璧に抑え切るっていうところでね、まあ、日本ハムとしてはもうワンチャンを生かして、まあ、あとミスが決勝点になるっていうところはね、オリックスとしては今コロナでね、選手がいない中で、まあ、やっていかなきゃいけない。まだ野村が発熱しちゃったっていうね。でもそれはチャンスだからね、そのチャンスをもっと思い切ってね、プレイしてね、明日はね、日本ハム試合ないから、土曜日からね、また新規行って頑張っていってもらいたいなと。でもオリックスはね、今5位だけど、首位ソフトバンクに 3.5 ゲーム差、で、3位に2ゲーム差ぐらいかなっていうところでも一気に詰まってきたんでね、オリックスとしてはこのね、3連勝、非常に大きかったと思います。続いては、ロッテ対西武。19日5対3でロッテ。20日8対4でロッテ。21日5対4でロッテ。ロッテ3連勝西武3連敗首位固めしたかったところで痛い3連敗しかもミスミスミスっていうね、痛い。逆にロッテはね、そこをつけ込んで3連勝。非常に大きい。これから1位ね、オリックスも3連勝したということで、1位から5位までがギューってなったっていうところでね、今後面白い展開になってきましたね。オリックスも含めてロッテ、楽天、西武、ソフトバンク、どこが優勝してもおかしくない状況です。その中で19日ね、5対3でロッテっていうところで、ロッテ先発大島ね、6回114球、6安打4三振、4四球3失点。まあ、立ち上がりね、自慢の制球が乱れて、3ボール連発で、その中ね、2つのフォアボールを含んでね、満塁にしていくんだけども、ね、先頭鈴木翔平、ね、フォアボール。で、相手にレフトにツーベース打たれて、ノーアウトに3塁。ここでね、3番森、ショートフライで後ろってワンアウト。で、山川にはね、若干敬遠気味のフォアボールで満塁。で、ワンアウト満塁から、外崎がね、3ボールになるんだけども、そのまっすぐをね、最後打ち損じて、ファーストファウルフライ。これはもう、無理か。っていうところでね、ジャンセンが、3ボールね、これも3ボール、2ストライクなんだけども、最後ね、まあもう、小島ストライク投げるしかないし、まっすぐ行くしかないんだよね。まあ、それまでも、殿崎とかも損じてるからね、それが最後ね、真ん中入ったところ、ジャンセンがね、きっちり打って、走者一掃のね、タイムリー、ツーベースっていうところで3点。これね、0点になる可能性もあったからね、そういったところでは、ジャンセンはね、グッバッティング。ね。で、西武はね、この2回もね、オグレディセンター前。で、山田、送りバンド、ファールフライ。バッと、このファールフライ痛かったよ。で、鈴木翔平センター前ヒット。で、ワンアウト一塁から、アイトがね、ショートゴロ。で、森フォアボールで山川がね、ライトで。だから、ここで、もう1点取ってたら、この試合ね、西武が
100% 勝ってたっていうね、この2回の攻防っていうところが流れを変えたかな。で、西武先発松本はね、5回3分の2、111球、5安打4三振、3四球2失点と、球の勢いがね、ちょっといい時に比べると、今一つっていうね、感じがしたね。で、その中で、ロッテはね、3回裏、8番藤岡がね、レフトにツーベース。で、9番加藤が送りバント。ここで、キャッチャーも頑張って打たないとね、まあ仕方ない。ね。1点まず取っていこう。でも、こういったところで、ノーアウト2塁で送りバント。それはね、ちょっと寂しい。で、その後、高部がね、サードゴロで、これでね、1点入らんかったらきついなっていうところで、角中がね、ランナー3塁から、2エンド2からピッチャーのね、タイムリー、内野安打っていうね、ピッチャー強襲っていうところで、このね、1点取れたっていうのは非常に大きい。で、5回の裏もね、2アウトから、加藤が今度は打つぜって言って、ライト、宇宙間へ抜ける、タイムリーじゃない、2アウトから2ベースを打って、その高部がね、センター前タイムリー3ベースっていうところで、1点、ちょこちょこ行くぜって。だから俺は申し送り事項で言ったじゃん。高部、気をつけてって。打ったら負けちゃうよっていうね、ところで。でね、問題の7回裏、ピッチャーがね、もう、森脇に、変わって、ね、藤岡の時、ファースト山川、エラー、バーッと。まあ確かにベースの前でね、若干難しかったかもわかんないけども、バーッと。で、エラーで始まって、で、加藤、送りバント失敗、バーッと。ミスをミスで返すっていうね、この森、出足めっちゃ良かった、森。グッと。ね。その後、高部、レフト前、ヒット。で、一塁から、角中ね、キャッチャー、ファールフライでアウトになって、ツーアウト一塁、中村翔吾、レフトスタンドで逆転スリーラン、ガッと。ナイスバッティング。このね、一本で、5対3で、ロッテが勝つんだけども、まあ、この中でね、解説としては、もうね、森はめちゃくちゃいいリード、配球を考えて、うまくいってたわけよ。6回もね、ツーアウト二塁になって、佐藤対、松本ね、若干状態も悪くなってきたとなった時に、まあこれね、追い込むんだけども、まあ、フォアボールでも最悪いいっていうところで無理に勝負しないで、まあフォアボール。で、次がね、バッターが菅野だったんで、まあここで佐々木出てくるやろうっていうところで佐々木が出てきて、岡野がね、代打来るんだけども、きっちり三振。だからここら辺とかも見えてんだよね。森はね。で、この時ね、角中、ね、角中にキャッチャーファールフライになるんだけども、ここね、5球目、1ボール2ストライクから5球目、インコース、行くのが若干、逆球になってファール。で、ここで森が考えたことで言うと、ね、ここは1点やれない。ね、でも角中、拾ったりすんのうまい。変化球ね、コンパクトにやったり、拾うのうまい。だからフォークボールとか変化球を拾われんの嫌やなと、ストレート差し込まれてんぞと、反対方向意識かと、内で打ち取りたい。インコースした若干が逆球になったファール。これも振り遅れてる。よし、もう一回打ちやっちゅうところでね、そこは森脇がね、きっちりインコース投げてきて、キャッチャーファールフライ。もう見えてるね。で、その後、中村翔吾ね、初球、カーブで見逃し三振。で、2球目、アウトコース高めのストレート、ファール。ね。で、3球目、高め、村本、ボール行って、ワンボール、ツーストライク。ここでね、ストレート、差し込まれてんな、と。ね。高めからの外まっすぐで、まあ、裏書いていこうと。ね。普通だとフォークだけど、裏書いていこうと。行ったら、まさかの逆球で、インコース、スリーラン、森脇、バンと。そこできっちり投げて、万が一ボールでも最後フォークがあるじゃん。森としてはすごい組み立てを考えて配球。俺もやってることもすごい理解できる。おー、それかいいね、と思った。でもそこをピッチャーが答えられない。もうキャッチャーはどうすることもできません。だからそれでね、フォーク行ったらよかったんちゃうかっていう人がね、ひょっとしたらいるかもわかんないけど、そうじゃないのよ。結局、そう、めちゃくちゃ考えてんのよ。ね。で、俺はやってる意図も分かった。森が。しかもそれは前の回から冴えてた。でも、ピッチャーがついてこれなかった。もうちょっと意識して、しっかり投げなきゃ、森脇。でも、それをね、逆球やってて、打てるとは限らないからね。中村がきっちり打った、スリーラン。頑張って。ね。結果、それをね、だから、勝ってたよ。西武。流れ的にはね。でも、2回に点取りたかったね。まあ、そこでね、きっちり逆転勝ち。ね。で、20日、8対4でね。ロッテが勝ちっていうところで、西武先発エンスね、5回3分の1、96球、8安打5三振、1四球、6失点、自責点4というところでね、まあ6月5日、対ヤクルト以来、乱調っていうところでね、まあそんな時もあるでしょうっていうね、ところで、でもしかしね、味方がね、ちょっと守備の足を引っ張って、まあ全てがね、ちょっと狂っていくっていうね、この初回から3イニング連続エラーっていうところはちょっとね、痛かったかなと、まあ、初回ね、いきなり荻野のショートゴロ、山田がね、ファーストへ悪送球、
で、その後ね、盗塁。で、高部がね、センターでタイムリーツーベース打って、先制点を取られて。まあ、その後ね、中村井上レアードとしっかりね、エンスポ抑えてんだよね。で、2回もね、ツーアウトから、ね、藤岡のサードゴロ、ジャンセンが後逸っていうね。まあ、ここはね、ツーアウトからだったんで失点ならず。で、3回もね、荻野がレフト前ヒット。で、ここでよ、問題の。ね、その前によ、西武は攻撃で2回の表に山川がレフトにホームラン、グッと、ナイスバッティング、やっとね、ホームラン量産してきて、で、3回の表も、古賀がね、フォアボール、で、山田送りバント成功して、鈴木がセンターへ勝ち越しタイムリーって、ミスでね、失点したけども、いい流れで来たのよ。そしたら、3回裏にね、荻野がヒット、でね、送りバント、高部がね、成功するんだけども、ここで考えよう。山川はなぜ、ね、審判に、アピールしたのか。タッチプレイだったらタッチしたよっていうのわかるけど、ただのファースト、サードゴロだからね、セーフティーの。若干際どかったけど、それを審判にこうやっているかっていうね。で、まあ、それはまあ最悪いいとしても、三塁誰もいないってどういうこと？キャッチャー、子が、ね、入ってなかったらお前がまず行かなきゃいけない、キャッチャーがね。もちろん、ピッチャーにね、サードベースって言わなきゃいけないけども、行ってなかったらキャッチャーがサードベースに一目散で行かなきゃいけないところ、行ってない。で、もう一つのファイが、山川が三塁も見ずにそのままノールックで投げるっていうね、いいスローイングだったよ。でも誰もいない、パッと全てが適当ように見えるね。でそれで同点になって、いやー流れ悪いなっていうところで、5回表にね、その古賀がレフトへホームラン、グッバッティング、これで勝ち越して、おこのまま流れ的にいきそうだなっていうところで、5回の裏ね、先頭松川がレフト前ヒット、グッバッティング、ね、で荻野レフト前ヒット、ね、グッバッティング、一二塁、ノーアウト一塁から高部がね、吉郎送りバント決めて、中村がレフトへタイムリーツーベース、逆転、グッバッティング、2試合連続中村の逆転だ、グッバッティング、ね、でここで終わるかと思ったら、井上がツーワンアウト二塁からセンターへのねタイムリーヒットで、この井上のヒットがね大きかったね。で5対3一気に逆転して、でね、この6回の茶谷がフォアボールで、藤岡バントで、ここ松川がレフト前打って、で荻野がねセンターへの犠牲フライ、このね荻野の犠牲フライがね非常にね大きかったね。あとね、やっぱりこの 1,2 番がねロッテやっぱり鍵になってくる、荻野ね、高部っていうところが、で松川に打たれたら終わりです。この下位打線からそこに一番打つところに持ってこられたら、それはもうなかなかね、あのロッテとしては最高の形になってる。しかもその最高の形をね、得点としてものにしたっていうところは大きかった。で、7回表にも中村拓也がね、ノーアウト2塁からレフトにタイムリーツーベース打つんだけども、ここでね、6対4になって、で、そこで、オグレディ古賀でね、代打、中熊とアウトなんだけど、ここでもう1点でも取ってたらね、西武にちょっとは流れ行ったかもわかんないけど、ここ1点止まり。で、7回裏にきっちりね、山口がレフトへツーラン。クッ、山口打つね。使った方がいいよ。ずっと山口はって俺は個人的には思います。だからそういったところでね、ロッテとしてはやっぱ下位打線から上位へ、下位打線から上位へ、しかも荻野高部一番安心感あるところがしっかりそれをものにするっていうところでは非常に大きかったし、まあこの試合もね結局ミスミスで2失点してるから、この1回と3回のロッテのね失点がなければ、ひょっとしたらエンスもいい形でピッチングして勝てたかもわかんないんだよね。だからそういったところではこのねミスからの失点っていうところは非常にね痛い敗戦になったかなと。だからまあここまでね、西武はパリーグでダントツのエラー数を誇るけども、まあやっぱそういったところちゃんとやっていかないと、せっかくピッチャー頑張ってんだからね、そこをね、優勝するためにはこのエラーっていうところを減らしていけるかどうかが今後の鍵だね。そして21日ね、5対4で、ロッテっていうところでね、先ほど解説に行ってね、帰ってきましたけども、この日はね、先発、西武、今井ね、7回109球4安打5三振2四球1デッドボール2失点とね、立ち上がり荒れてフォアボール連発でね、ね、荻野がセンター前ヒット、高部アウトに取るけども、中村フォアボールで井上デッドボール、ワンアウト満塁から山内のねショートゴロの回ダブルプレー崩れていって、まあここ1点でねよかった、終われたらよかったんだけども、佐藤俊也ね、センターへのタイムリーヒット。若干ね、ボールの先、外すらかな。ふわふわふわってね、内野とか野の途中に落ちて1点になって、まあ、ここにいて、ちょっと制球苦しいなっていうところで、今井をね、立ち直らせたのは、ロッテの2回、エチェバリア、チャタニが、ボール球をバンバン振って、チャタニも初球からインコースの胸元のボール球振って、4球で2アウトになるんだよね。で、その後、荻野アウトになって、ここでね、一気に今井が立ち直ってかなっていうね、ロッテがボール球ばっかり振って、
で、その後ね、今井は、きっちりね、その初回だけの2失点で抑えて、非常にね、前回同様、素晴らしいピッチング。で、ロッテのね、先発、ふたき、5回3分の1、93球、6安打8三振、3四球4失点。でも、ふたきも、めちゃくちゃ素晴らしかった。本当に。まあ、最後ね、点取られちゃったけども、俺はね、まあ、もう一回見たいね。次の登板も。それぐらいね、本当に1、2、3回はもう文句のつけようがないぐらい素晴らしい、ピッチング。で、4回はね、山川にこれホームラン打たれる。その、このホームランもね、その前のストレートが、7球目のストレートが、ファールになりました。一塁のね、ファースト側に若干遅れてんのかなと。で、1打席目もね、ストレートで見逃し三振取ったと。よし、じゃあストレートの方がタイミング合ってないやろ。行こう。この判断もね、わかる。で、そこをね、山川がしっかり修正してきてホームランっていうところで、山川ね、グッバッティング。ね。で、まあ、問題はね、6回の表、まあ、ここでね、結果から言えば3失点するんだけども、まあ、ここまでね、素晴らしいピッチングしてきた二木がどうしたっていうところで、やっぱりね、一番の問題点は、まあ、これね、5回の表にもあるんだけど、5回の表ね、この2アウトから長谷川にレフトへ2ベース打たれるんだけど、これがね、最後フォークボールが高くなって、2ベース打たれてんだよね。で、このね、6回の表も愛藤を簡単に2ストライク追い込むんだけども、最後決めに行ったフォークが落ち切らず高めに浮いて、それをね、レフトに三塁線上ね、2ベース打たれて、で、ジャンセン、初球のカーブセンター前、これもここまでカーブ誰も手も出さないし、対応してなかった。低めに行ったやつは空振りとかしてた中で、カーブをね、ものの見事に狙ってたのかどうかまでわかんないけど、このセンター前打つんだよね。だからそこの選択肢とか悪くなかったんだよね。でもその相手への勝負球のフォーク、この一球のミスで全部がね、終わっちゃったかなっていうね、ところ見えた。で、その後ね、山川の時に、二木が、ね、まあこれ、佐藤ちょっと前大きく弾きすぎだね。あれ、ちょっと止めたかったけど、ファーストランのジャンセンがね、スタートよかった。ね、あるちょっとのワンパンの弾きをすぐね、セカンド行ったっていうところでは非常にね、ナイス走塁。で、ワンアウト、ノーアウト2、3塁になって、で、山川ね、サードゴロ。ここはね、3本間に挟んでアウトに取って、で、もランナーは2、3塁と進塁。で、殿崎がね、フォアボール。これはもう、最後ね、若干もう3ボールになって敬遠気味のフォアボールだったけども、で、満塁になって、これ解説の時も言ったけどね、満塁に、ワンアウト満塁になったことによって、ダブルプレーで無失点に抑えれる可能性は高くなった。でも、満塁になったことによって、フォアボール OK で攻めれなくなった。そこで、ワンボールからストライクを取りに行かなきゃいけない状況になるよって言った時に、そこを中村が打ち損じるかどうか、ここが勝負どころですねって解説でも言ったんだけども、ね、ストライク取りに行ったストレート、アウトコース甘め、それを中村拓也、ね、完璧に打ち損じることなく、センターオーバー、走者一掃のタイムリーツーベース、中村、グッて、ね。で、二木はね、ここで西野に降板するんだけども、悪くなかったのよ。だから、愛とのフォークだけなのよ。あそこしっかり低めに押して抑えたら、いけてたのよ。だからもう、俺はね、次回も見たい。そんなね、頭ごなしに批判されるほど変なピッチングじゃなかった。ちょっと爪の甘さがあっただけ。それはバッテリーでね、もうちょっと考えてやっていけば、絶対克服、改善できるはずだから、次回登板にね、期待したい。ね。内容はそんなに悪くなかった。ね。で、そこで、まあね、4対2になって、あ、これもそのまま行くなっていうところで、ね、問題が起きたのが9回裏ね。それまで今井がねしっかり7回までね、投げて8回からねもう水上平といったところで水上も抑えて9回ね平が出てきた時に先頭ね、山口フォアボールで、次の佐藤がね詰まりながらセンター前ヒットでノーアウト1、2塁になってレアとでファーストランナーダイソー和田出てきてここで解説言いました。ここは代打バントっていうのもあるけども、まあ、打つことによって、勝負かけましたね。どうなるんでしょうかねっていうところでレアードがねセンターフライでもこのセンターフライが深めに行ったから三塁行けてねここによって和田がまた盗塁できるかもわかんないからこれ何気に最低限で良かったですよって言ったんだけどね。でこの時にエチバリアの時にね、平がワイルドピッチして、セカンドランナーは何もしないでファーストで平のクイックが速いからねいくら和田でもそんな簡単に盗塁はね難しい中で簡単に二塁に行ってでエチバリアフォアボールね。で、代打藤岡に代わって代打岡ね、きっちり追い込んでワンボールツーストライクからスライダー甘めに入ってレフトへ同点タイムリーで荻野が、フォアボールで、高部が最後ね、初球のスライダー、ライトへサヨナラヒット、高部、グーッとナイスパッチ。ね。まあ、結果はこうなんだけど、ここでね、もう本当に、俺はもう解説の時も言ってたけど、あんだけスライダー連投するのが謎で仕方ない。まあ、しかもね、まあ、言えばよ、
そのスライダーをたくさん投げてね、それでうまくいってれて効果的に使えてんだったら、それは文句も言わないし、話は別。全然効果的にも使えてなくて、しっかり投げきれなくて、四苦八苦してフォアボールも出してんのに、なぜあえてそこまでスライダーにこだわる？160キロ近いストレートを投げれるのに、そんな自信ないんかっていう、そのストレートに、キャッチャーも含めて、いや、ど真ん中な、めがけて投げてよ。そっから落としときゃいいだけやろと。打たれたらそれ仕方ないやろっていう。だから平としても、自信がないのか、何なのか、だから俺は分かんないよ。本人とそんな付き合ってないから、ちょっとメンタルが弱いのか、分かんないけど、この、打たれないように打てるもんだろ、打ってみろらみたいな感じで投げてるんじゃなくて、打たれたらどうしよう、打たれないようにっていうような、ちょっと弱気な感じで投げてたんじゃないのかなっていう2点差もある中ね。で、キャッチャーの子がもっとストライトも来てこないと、打たれたらもうそれ仕方ないやろって言ってね、何をあんな早く投げれるのに、そんな変化球でかわそうかわそうと、まあ、もちろんそれがね、うまくいってたらいいけど、全くうまくいってないのよ。それはもうね、見てて謎でしかない。なぜそういうやり方をして。で、しかもね、平も首打ってまっすぐ投げてもいいわけよ。ね。その中で最後もね、なぜかスライダー行って、だってもうストレートが速いんだから、変化球がちょうど落ちやすいようになるのよ。それがいいタイミングになって、岡もね、高部も完璧に打った。だから岡も高部もね、打ったのはすごい、グッパって。でも、それに持っていくようにしたなんかその配球っていうのが、まあ別に、だからリード悪いとかは言わないけど、なぜそれにしたのかっていうなんかね、もう、打たれるのを怖がってるとしか思えない。そういったところではね、非常に謎な投球でしたね。でもロッテとしてはしっかり3連勝になってね、しっかり勝ち切ったっていうところが大きかったし、西武としてはね、まあ最低でも2勝1敗、まあうまくいってたら3連勝できたね、流れ的には。そんな試合を、まあ全ていろんなところもあるけども、ちょっと自滅感あるね。まあでもまだまだ続くからね、プロ野球が面白くなってきたっていうところでは、結果ね、ロッテの3連勝でした。さあ、ということでね、またコロナがね、減少というところでは、またロッテもね、新たな感染者が出たというところで、まあ今後ね、どうなっていくのか、まあね、あと3試合ね、で、オールスターにね、突入していくっていうところで、オールスターもできんのか、フレッシュオールスターもどんどんね、なって、あ、俺ちなみにスカイエーでフレッシュオールスター解説に行きます。ね、そこで見たこと、フレッシュオールスター総チェックやりますから、皆さんぜひ見てくださいね。ということで、最後ね、申し送り事項、行きましょう。ね、西武対楽天、ね。楽天って皆さん、西武ね、バタバタ、結構ミスもあるから、全力疾走を怒らないで行こう。あと山川がね、ちょっと一発打ってるんで、そこはね、気をつけて。西武の皆さん、楽天ね、まあ、ちょっと大波小波でね、来たけど、爆発力っていうところではめちゃくちゃあるから、そういったところでは、まあ、ミスなくやろ。とりあえず、エラー禁物、ミスなく、そうしたらおのずと勝てます。はい。オリックスはソフトバンク。オリックス皆さん、ソフトバンクね、結構粘り強いバッティングになってきた。でもコロナで人もいないところ、ここね、しっかり練習して、一気に3連勝したらいけるからね、一気にっていうね、ところではオリックス頑張っていきましょう。ソフトバンクの皆さん、オリックスね、まあいい感じで来てるけど、やっぱ若干ね、平野まで持っていくまでの中継ぎにね、ちょっと俺は不安なところあると思う。だから、そこもね、しっかり最後までね、諦めることなくやっていけば、中継ぎを打ち崩して逆転できますよ。ロッテ対日ハム。ロッテ皆さん、日ハム、もうコロナ陽性者いっぱい出て、なかなか厳しい。しかも連敗中。もうここはね、もうそんなこと言ってられない。しっかり勝ち切って、ね、連勝してオールスター行きましょう。日ハムの皆さん、チャンスですよ。ね、我がで、ここでチャンスを得て、思いっきりアピールしていってね、自分の居場所、今年にトラウトってビッグボス言ってましたよ。居場所、確保していきましょう。しかも、ロッテもコロナ陽性者出てきましたから、そういったところではね、しっかり打ち砕いてね、ここで連敗ストップしていきましょう。はい。ということで、パリーグの総チェック、ここで終わりです。まあこれからね、どうなっていくのか、コロナでね、巨人対中日が試合がないっていうところでね、皆さんも日頃からね、気をつけてください。ということで、パリーグの総チェックでした。今日も一日、グッデー。